美容切れ、和漢漏洩集歌い物、または歌い物とは、日本の伝統音楽における一ジャンルで、日本の画学の中で、サイバラや漏洩など、声楽の範疇に属する音楽の総称。日本の伝統的な声楽の中で、自歌、長歌、葉歌など、歌うことを目的とした音楽の総称。多くの場合、歌いもの、歌物などと表記される。脳以外の種目で脳に取材した。 作品群、歌い物と表記される、である。本校では、1と2について説明する。3については、要曲物参照。冒頭に示した通り、歌い物の,の語は多義的であり、一つには、画学において、声楽を伴う曲種の総称である。この場合には、気楽曲すなわち、曲のものとの対概念となる。より競義には、 番組編成形式としての還元における声楽曲種のことを意味しており、具体的にはサイバラや漏洩などであるが、用語として今日用いられることは少ない。声楽は伝統的な日本音楽において、その大部分を占めている。日本音楽における声楽は、歌い物と語り物に大きく分けられる。歌い物は、旋律やリズムなど、 その音楽的要素が重視される楽曲であるのに対し、語り物は、思想が何らかの物語性を持つ楽曲であり、語られる内容表現に重点が置かれる音楽である。すなわち、声楽曲の様式分類用語として用いられる。場合には、語り物と対応なす概念と言える。この場合、言葉の抑揚よりも、旋律美が優先し、極端な場合、例えば民謡における、 お言い分け形式などでは歌詞の一音が長く延伸され、そこに細かい戦律的な装飾を伴うような例さえある。歌い物は文字通り日本語の歌によるが歌の語源には諸説あり、その中には言霊によって相手の魂に対し激しく強い揺さぶりを与えるという意味の打つから来たものとする説がある。その一方では歌うの語源は打った符であり、 歌うという行為には相手に伝えるべき内容の存在を前提としているという民族学者、折口忍による見解もある。なお、音楽学者、吉川栄氏は、日本伝統音楽における、歌うと語るの一般的相違を以下のようにまとめている。戦死時代より、歌い物は存在していたはずであるが、曲折は無論、歌詞も残されていないため再現不能である。ただし、 日本に近接する無文字社会の民族事例の検討より以下のような所得徴を有するものと推測される。アニミズムはじめ原始信仰に基づく歌謡が多かった。仕事や戦闘、恋愛など広い意味での生活に根ざした作品が多く、純然たる娯楽や芸術としての歌謡は存在し得なかった。数多くの一般人が即興的に自作自演した。 即興的な自作自演のため、歌詞を思い考える時間を稼ぐ意味もあって、テンポは概ねゆったりとしており、メロディはしばしば類型的にならざるを得なかった。鍋島本、齋原曲府画学における、歌い物は、かぐら唄、ドンズウカ、くめ歌など、伝統的な儀式歌謡と、齋原、楼栄、今用などの遊園ないし娯楽の場で歌われた、新歌謡とに分類される。 前者がいわば声楽的な歌謡であるのに対し、後者はむしろ外来音楽の気楽曲の影響を受けた音楽の流れに属し、サイよりも、漏洩の方が、さらに今用の方が気楽性が希薄であり、このことから徐々に気楽曲。陰性器文化において、流星を見たい魔用は、統制風という意味の普通名詞から、音楽の一ジャンルを表す分類用語に転じたものであり、 画学の系統に属するものばかりではなく、仏教歌用である生命に起源を持つものも少なくない。そして、後世の歌用のあり方に大きな影響を与えたのは、画学系統の今用ではなく、むしろ生命系の今用の方であった。音楽としての生命は、当初、外国からもたらされたサンスクリット語のボーンさんや、漢語の漢さんが主流であったが、やがて、 和山と呼称される純日本製の声明が作られ、さらにそれが民衆化して、護衛化と称される歌い物が盛んに作られた。声明は、後世、平曲や洋曲、民謡、浄瑠璃などの発展の基礎を作り、単戦律音楽に与えた影響が極めて大きい。なお、英曲は、平安時代初期には、漏英西原、かぐら歌、 風俗家など宮廷歌謡の総称であったが、平安中期には今用を含むようになり、平安末期からは、新家、足柄、片下、古柳、皿林などの雑芸をも包含し、歌謡一般を指す、広い意味の言葉となった。英曲は、また最強儀では老洩のみを指している。学書、漁優賞などによれば、十世紀後半の園遊、天皇から十一世紀後半、 12世紀の白河、天皇までの治世にあっては、宮廷音楽を担う者が、代々音楽を総称する特定の家柄によって、独占的に選ばれていく傾向が強まっており、英局については、藤原頼宗の子孫、藤原俊美や、宗春、忠太だらが、藤原英局の家筋として固定されていった。また、厚見親王源、正信を外する、 原野は英曲及び倍重を伝承する家柄として目覚ましく活躍した。中世においては他の時代にも増して歌い物に対して語り物の比重が大きかった。楽器の伴奏に合わせて物語や助辞詞に節をつけて語る語り物は日本の中世音楽を特徴づけており、鎌倉時代の平局や室町時代以降の浄瑠璃などはその代表的な例と言える。 中世の歌い物では小唄が平安時代末期から江戸時代初期までの長い間広く愛称された歌謡として重要な地位を占める。小唄は特に室町時代に大流行した歌い物であり、早調さを求められた儀式用の大唄に対する名称で遊園に際して歌われて軽く砕けた味を持つ歌謡である。 コインと七音を主とする短い主形を取るものが多いが、必ずしも曲そのものの単勝さを意味するものではなく、長大な作品も多い。世俗的な恋愛史とみなすべきものが多く、民謡的な誌流行化的な性格を有し、繊細で女性的、かつ優縁な曲折を伴っている。中世の小歌の歌詞を知るには、永像15年成立の漢銀衆が公的であるが、 その節回しは、現代も狂言の舞台において歌われている、こう歌いによって伺い知ることができる。今日歌われる、狂言こう歌いの中には、寒銀州秀才の歌と同一の歌詞のものが、現存している。なお、鎌倉時代に、前代の今世を受けて、鎌倉を中心とする東国の武士たちに、愛称されたのが、早歌と呼ばれる、長編歌謡であった。これは、源氏物語や、 和漢楼栄集など日本の古典や仏典、漢石を出典とする75兆を基本とする歌謡で、永人4年以前成立の歌謡集、演曲集は、歌謡作者、明け空の編纂による。早歌はまた、しばしば上述した、英曲の範疇に含めることがあり、あるいは、公家の英曲に代わる、武家の英曲とも言うべき性格を有する歌謡であるとの評価もある。その思想には、武家ならでは、 思考法や美意識の繁栄が見られ、広大の癖舞や農学の成り立ちにも多大な影響を与えることとなった。北川歌丸、三味線を弾く女近世の歌い物は、伴奏に三味線を用いるものが圧倒的に数が多い。中でも三島をはじめとする江戸時代の都会で発達したものは、都節と称する半音を含む五音音階が用いられ、 影戦法の戦法で歌われた。アジア大陸の三元が琉球列島に渡って参戦となり、日本に渡ったのは永禄五年のこととされる。これがシャミ戦の起こりであるが、これよりほぼ50年の地にシャミ戦音楽最古の芸術歌曲というべき、シャミ戦組歌が誕生しており、これが日本最古典の歌曲である。また、の初め頃摂津国において、 シ味線分野で活躍した八津橋県業が江戸に下った後、古都を学び、半音を含む宮古節音階の表情詞と称される新潮の弦を考案して、金星奏曲を大成し、慶安の頃、八津橋十三組と呼ばれること組歌を完成させた。金星邦楽における歌い物は、都市にあっては長唄、葉歌唄沢、小歌、情報科などのお座敷歌や劇場音楽。 地方にあっては民謡としてそれぞれ独自に発展した。そのうち長唄は江戸時代を代表する歌い物であり、元来は江戸歌舞伎の舞踊の伴奏として生まれた芝居唄であるが、庶民の習い事として浸透し、劇場を離れて声楽の一ジャンルとしての地位を確立したものである。江戸時代の歌謡において、洋戦法を用いた開放的な民謡と、 影戦法を用いた抑制的な都会の歌謡とでは、極めて対照的な性格を有する。また、髪型を中心とする西日本の三味線音楽、地唄は歌い物の,の要素を有する一方、気学的要素を強く持っており、その中でも、ことに手字物と呼ばれる地唄では、気学的性格が一層強まっている。文明開化期以降、歌い物の,の従来の方は、各方面において打破された。 それに伴い、それぞれの流派管内市種目相互の縄張りや流儀も徐々に撤廃されていった。その結果誕生したのが透明流である。透明流は実業家でもあった平岡銀州によって創始された新しい歌曲であり、洋曲や長唄、一中説、加藤説、宮園説、清本節などを修正して優美な性格を持つ。当初は創始者により、 平岡説、1910年後は、透明武士として発表されたものであり、透明理由に解消されたのは1914年のことである。明治以降の、こうした、新傾向をさらに推し進めた結果現れたのが、大和学である。大和学は、1933年に、大倉財閥の大倉吉次郎が、宮川賢治の協力を得て創始した、新法学であり、 透明流に地中説、加藤説、宮園説、小木江節などの長所を導入し、さらにそれに洋楽の要素を加味して、新しい音楽の創造を試みたものである。なお、明治時代中期に歌舞伎音楽からの完全な脱皮を図り、演奏会長唄を確立した長唄建成会による新様式の長唄もまた、歌い物近代化の事例の一つと評価される。ありがとうございます。